はい、マゾー TV です。この動画ではパズドラについてやっていきます。パズドラに興味がない方は見ても面白くないので他の動画をご覧ください。はい、今日4月12日です。なんとゴッドフェスってやつまたやってるんで、今日もレアガチャやっていきたいと思います。やるぞやるぞやるぞ。はい、ということでパズドラについてやっていきたいと思います。で、その前に僕のモンスターをね、まずご紹介していきたいと思います。はい、今こんな感じでーす。結構ね、やりましたけど、ちょっとね、最近全然時間なかったんで、ほとんどやってませんでした。なかなかね、進めるのは難しいです。で、進み具合は、ここまでですね。はい、この、誘惑の宴ってところまで行きました。クリアできるかもしれないですけど、今のところちょうどこのぐらいです。はい、ということでね、1200万ダウンロードっていうことで、なんか達成記念イベントっていうのをやってるみたいです。で、まず魔法石、毎日これからもらえるようになります。やったぜ。で、ゴッドフェス開催されます。イエーイ。で、今回はエジプトの神シリーズと、和の神シリーズってことで、こんな感じになってますね。僕的にはこのアマテラスっていうのを欲しいです。イエスイエス。こんな感じですね。はい。ということで、僕魔法石22個あるんで、レアガチャ多分2回やっていきたいと思います。いきますよー。で、レアガチャ1回目やっていきます。おー、緊張するよこれ。あー、ダメだ。レアガチャの画面にしてこうやろうとしたら電池切れちゃって、レアガチャ引いてないのに魔法石減っちゃった。マジかよ。まあ、とりあえず2回今回やっていきたいと思います。いきますよ。はぁーはぁーでろでろでろはぁー。お、銀どうだ。あー、これ微妙そうだ。バジリスク、どうなんでしょう。いきますよー。どうはぁー出ろー。あー、終わったー。これ持ってるし。うわー、やっちゃった感じですね、今回のは。はい、レアガチャやっていきましたけど、残念ながら、息の今回は全く出ませんでした。地道に頑張ります。残念でした。はい、頑張ります。ということで、今回はダメダメでした。以上、マスオ TV でした。バーイ。